はい、回しました。私は今田ちさ子と言います。広島県の江田島っていう島、瀬戸内海に浮かぶ島から今日は来ています。で、今回この作品なんですけれども、5個の作品で1つの作品になってます。この作品を作ったきっかけなんですけれども、私の方がですね、2年前にバルセロナの方にちょっと行ってきました。でその時に自分自身がサッカー活動をしていきたいなっていう思いから、いろんなことをチャレンジしたいし、ちょっと知らぬ土地でチャレンジしようと思って行ったんですけど、全然展示をしたりとか作品を作っても展示することができなかったんですね、2年前は。でこの2019年去年の夏にですね、もう一度それをちゃんと実現しようと思って作った作品になります。でこのその実現しようと思ったその意味っていうのが、この中心にあるのがラジド・デル・コラソンっていう作品なんですけど、心臓の鼓動という意味になります、スペイン語で。で私はこれが、鼓動している心臓を表しています。でその周りに4つのこの作品があるんですけど、これ全部合わせて心臓の部屋みたいなイメージで作ってるんですが、鼓動を作る細胞たちを表してます。まず細胞がこうポンとこう生まれてきて、それが徐々に形を作っていき、それが自由に泳ぎ始めて、どんどん進化をして形となって、それが鼓動につながっていく。で鼓動を打ち始めるというイメージで作品を作ってます。新しくそのバルセロナでのチャレンジでちゃんと自分の作品を鼓動させたいという思いでこの作品を作りました。でこの度このバルセロナに行くのにあたってクラウドファンディングをさせていただいて、バルセロナで、レンタルスペースを借りてそこでの展示と、あとその他バルセロナでまた新しく出会いがあった場所でレストランであったりとか他の場所での展示をさせていただいて、日本に持って帰ってきた作品たちを広島の方で2カ所の場所で報告会をさせていただいたのと、この度はこちらの方での展示と報告会をちょっとさせていただこうかと思っております。恥ずかしい。で一応よく使うモチーフっていうのが、私の中でこう植物であったり骨であったり生と死をこう思わせるようなものをよく使ってます。でこの前小学生の女の子が私の作品、小学4年生の女の子が私の作品を見て、生と死だねってその子に言われて、あ、私ちゃんと伝えれることできてるなって本当に最近広島の国会で実感したんですけど、なんで生と死をこう表すような作品にしてるかっていうと、私が以前介護の仕事をずっとしていたんですよ。で看取りをしていて、なんかみんなこう亡くなられる前に同じ運動をするんですけど、化学呼吸っていってこうすごい激しい呼吸をして皆さんが亡くなっていく、その動きがすごい私にはエネルギーを感じて、なんか死ぬっていうことが終わりっていうよりかはどちらかというと次への再生を表しているように見えて、とてもエネルギーを感じたんですね。でそのエネルギーを感じたことに、ある意味ショックと感動と、でそれを作品の中に表している、その強いエネルギーを表してます。なんか自分が惹かれたものが結局全部好んで選んで素材に入っちゃって、でそれを多分子どもたち見た時に読み取ってくれたのかなっていうのがあります。はい、スペインどうでした？そうですね、本当にスペインの方々みんなすごく優しいので、したいことは全部やりなさいっていうような感じでした。ただ大きなギャラリーとかは下敷きが時期だったので、すごく前からやっぱり連絡のやり取りとか、ここを貸してくださいというようなやり取りをしないと取れないような時期、9月がですね、いわゆる、日本でいう4月で何もかがスタートするっていうような月だったんですよ。なのでもうすでにスケジュールが埋まってて決まってしまっている
で大きなギャラリーに関して言うと、もう専属のギャラリー、アーティストさんでスケジュール、年間スケジュールが組まれてるっていう感じだったので、そこにポッと入ることができなかったっていうのもあって、まあ、レンタルスペースを借りてはしたんですけれども、したいんだったらどこででもやっていいよっていうようなことで、こんなことしたいかい、あんなことしたいか、次はどこでやるかっていうような感じでみんな受け入れてくださいました。まあ後で話すと思うんですけど、クラウドファンディングで行かれたじゃないですか。はい。まあクラウドファンディングって今は当たり前のように皆さんやるんですけど、それをやった感じというか、なんていうか、どうですか、クラウドファンディング。クラウドファンディングは正直本当にしたくなかったんですよね。苦手で、本当に人に迷惑をかけてまで行くものではないっていうような感じで正直思ってたので、したくなかったんですけど、でももうそれよりかは自分のしたいことをしたいと思って、人に迷惑かけちゃうかもしれないけど、そんなことで自分のやりたいことは諦めまいと思って、でもちょっとこの度はクラウドファンディング、それで逆に自分への責任感も芽生えました。自分がやることにもっと向き合うこともできたし、自分が限界までじゃない、限界までチャレンジすることって日本で今までやってきたかなってことをすごい考えたりとか、わからないとか、なんていうんですかね、不安があったりしていけないところをもう踏み込む一個になんかなったと思います、クラウドファンディングっていうのが。で、まあ、あとは多くの方が私を見てくれてるんだなっていう、自分がこう好きでやってきたことだけど、いろんな人がやっぱ作品を見てくれてたり、いろんな方の声を聞いたり、逆にその人がやりたいことをなんか私に託すようなこともあったり、自分もやりたかったけどできなかったからもっと頑張ってほしいって言われたりとか、そういうふうな声を聞けたりすることはすごく自分にとってやっぱりこれからもこの自分が作品を作ったりすることをしていきたいなって思うことになります。なんか作品見て、はい、独、まあホラー作品ってすっごいいっぱいあるんですけど、はい、なんか独、なんか独特だなと思って、なんか影響を受けた作家さんとかいるんですか。それはですね、一番最初の時はやはりなんか好きなホラー作家さんがいらっしゃって、でもそれはですね、双子の中、画家さんがコラボしてコラージュ作家さんの方と、そのコラージュ作家さんのお名前は河村康介さんっていう方なんですけど、その方が好きだったんですが、今はもう特に なくなってしまって、もう逆に何かを見て作るってことがもうほぼない状態なんですよね。むしろなんか自分の妄想をどれだけ形にできるかとか、自分の想像をどれだけっていう表現できるかっていうことになってくるので、何かこう誰かっていうのが今なくなってしまいましたかね。したいなと思うことはあるんですけど、他の作家さんがコラージュにペイントしてたら自分もそういう風にペイントをやってみたいなとか、そういうのはあるんですけど、今はちょっと特にはいらっしゃらないかな。インスピレーションはどこから出てくる？たぶん、自分の考えを遡っていくと、自分がすごい絵本が大好きで、子供の頃からずっと絵本を読んでて、ですごい妄想する子だったんですよ。で、全部その妄想絵で描いて育ってきてたんですけど、だからなんていうんですかね、もう例えば心臓を作りたいってなったら、私の頭の中で勝手に植物がバッて浮かんだり、動物が浮かんだり、ピンクが欲しい、緑が欲しいってブワッて妄想が膨らんだものを片っ端から集めていって、それをつなぎ合わせてるって作っちゃってるので、なんかこうなんでしょうね、日々の、まあ、日々の積み重ねも、その介護経験の積み重ねもあるし、なんかこう最近読んで感動した本とかから、なんかそういうものを表現したいと思うこともあったり、これはちょっと心臓の鼓動を作りたいと思ったから、もうそれでイメージ先行してやってますけど、普段だったらなんかアニメで人魚のアニメを見たから人魚が作りたいで人魚を作ったりとかするみたいに、なんかこう作りたいものを純粋に作ったりしますけど、よく素材をコツコツ集めてるんですか、それとも思いついてから集めるんですか。思いついてから集めます。展示とかだったら思いついてから集めます。なんかそれに合った素材を、ただでも面白い形やデザインのものとか、それらはもう
取ってはおきます。いつ使うか分からなくても取っておいて、掘り返してはそれをまた使ったり、逆になんか切り取って余ったかけらたちを集めてて、それだけで作る作品もあったりとかします。ちょっと抽象的な感じのコラージュにはなるんですけど、そういう時はそういうのもあります。はい、すごい。そこからどこから、どういうところから作るんですか？結構でかいやつあるよね。植物の中の図鑑だったりとか、動物のなんかこうカラフルなあの図鑑というか、あの写真集みたいなものであったりとか、あの医学のデッサン、イラストとかも混ざってると思うんですけど、医学のそのデッサンの古本屋で見つけた本とか、そういうものの一部を全部別のものとこう合わせてやってたりとかして、あとはバルセロナで大きな古本あるんですけど、毎週そこに行って同じく植物や鳥の図鑑みたいなものを、アンティークのやつを買ってそれを入れてたりとか、この度はちょっとこうその細胞がとか、なんかこう生命が生まれる瞬間っていうようなイメージで、植物とかがすごくたくさん使いたいと思ったので、植物の図鑑とかそういうものをいっぱい集めてみました。広島でちょっと2カ所報告会をさせていただいて、1個は自分の職場の場所だったので、江田島の島の中でさせていただいたんですけど、そこはまあクラウドファンディングを多くしてくださった方が、あのクラウドファンディングをしてくださった方が多く来られた場所で、まあ、地元の方が本当に私を応援してくれてるっていう報告会になったんですけど、地元愛であったり、何かしたいことをどういうふうにやっていくかっていうような話に発展したりとか、ちょっとまあ私の報告会もありつつ、やっぱり島で活動する人たちに対してのまあこう夢とかもちょっとあったりとかするような報告会になったのと、もう一箇所の広島市内でやった報告会の方はアーティストの方とかがたくさん来られてたりしてたので、お互いがすごく刺激し合うような出会いがあったりとか、コラージュ作家さんの方も2人来られていらっしゃってて、その方々もプロでお仕事されてる方だったんですけど、その方々からもいろいろな情報交換をしたりとか、何だろうか、交流会みたいな、若干交流会にも広島市内の報告会はなりましたかね。バルセロナの時はこの作品はどうなったんですか？バルセロナの時はこの作品は単純にコラージュに見えなくて、写真だと思ったりとか、写真だと思ってたりとか、あの描いてる絵ですかとか、何のテクニックでこれは作られてるんですかってすごく聞かれることがありました。でまあ拙いスペイン語で説明はするんですけど、って言ったら、あ、そうなんだって、切って貼ってるんだねっていうことで、ただそのコラージュっていうあのテクニックそのもので言えば、あのペイントの方がやはりテクニックとして評価されるから、やはりペイントの方ももっとやってた方がいいよっていうアドバイスを受けたりはしました。この後スペインでは何か展開はありますか？この後のスペインでの展開は、今大きなこの中央にある作品がスペインだと150センチでこう展示してきたんですよ。でこれさ、日本に帰ってきてちょっと小さいサイズをまた作り直してるんですけど、それを今あのコブレノっていう、アーティストがたくさんいるレジデンスやスタジオがたくさんある地区があるんですけど、その中にあるナウアートっていうスタジオに今保管、展示予定で保管しております。なのでそこでの展示がしたいっていうのと、単純に作品をもう作ることをやっぱりずっと続けていきたいっていう思いがすごく強いので、集中して作品を作るような時間がこれからもっと欲しいなということから、レジデンス、アーティストレジデンスであったり、そういったところでちょっと長期的に作品に向き合ったり、もっと自分を高めることをしていきたいなって今は思ってます。日本国内でも、はい、まあでもそれ今後の展開もそんな感じですね。はい、はい、ありがとうございます。